息子の写真はこれだけですシャオソンはとっても可愛くて素直な子でした自分の心の中ではいつまでも最高の息子です息子さんが行方不明になった日ですがいなくなったと気がついた時どう感じましたか14日 8年前のバレンタインデーのことです妻も私も店が忙しくて息子は娘と一緒におやつを買いに来ましたでも娘が一人で帰ってきたんですその時に息子がいなくなったと分かりました妻はすぐに気を失いましたが面倒を見る暇はなく病院に連れて行きました その後、シャオソンを探しに駅に行きました。あらゆる場所を探しました。息子なしの生活なんてとても考えられませんでした。もう捜索をやめたと聞きましたが、<No. S 2> いいえ、決して諦めません。それほど息子が大切だからです。もう8年になります。すぐに見つからなくても、一生息子を探し続けるつもりです。 必ず見つけますこんな夢をよく見たものです。シャオソンが、パパ、もう僕を見つけたくないんだねって言うんです。目が覚めると汗びっしょりでも、今では、息子を見つけて二人とも幸せにしている夢を見ます。 今のところ、子どもを探している他の親を支援しています。子どもの人身売買の危険について人々に警告し、啓蒙する活動をしています。それによって、中国での子どもの誘拐が減ることを望んでいます。 もし息子の誘拐犯を見つけ出せれば命を懸けて戦います武器として法的手段を使います誘拐犯のせいでずいぶんつい思いをしたので法律を使って犯人を罰したいです